さて、それでは今回は技能五輪の品物について語っていこうということで、第3回になるのかな。なんとなく、思い出したじゃない、忘れた頃にやろうかなということなんですけども、今回はこの、何年度やったかな、また忘れてしまったけども、今から、8年あもっとか10年前ぐらいになるのかなの課題です。で、その中の6番ちょっとこのね、撮影あんまうまくできなくて申し訳ないんですけども、6番の課題について、RA1.6 って書いてますね。まあすごい、これが左上にそのまま書いてあるっていうのはすごく、レベルが高いというか高い、面精度ですね。ツルツルにしてくださいねって書かれてるようなもんですね。全部指示がないところは全てツルツルにしてくださいっていうような書き方で、非常に残酷なんですけども、品物としてはこれちょっと、これはあの、なんていうの、重りとして置いてるだけなんですけど、これちょっと見えるかな、これが品物になります。もう10年も前なんで錆びてるんですが、まあちょっと順番に見ていこうかな。穴としてはね、この方向の穴と、で、この方向の穴。穴と穴がこう、交差してる。中でね、交差してるような状態で、ちょっとね、カメラの向きが反対になってしまったんですけど、どうやって作るのかっていうところが、なかなかイメージしづらいんじゃないかなと。一番イメージしづらいかな。慣れてきたらなんともないんですけどね。最初どうなってんやろって、どこに肉があんねんっていう、もうこれは高校の授業とかと歪みとかそういうような、鉄っていうのは、まあ、歪むんですよ。要はへし上げたりっていう言い方、どっちもなんかちょっと妙な言い方だけど、まあ、ぐちゃって形が変わってしまうんですよ。でもちろん目で見てなんかアルミ缶とかみたいにぐちゃってなるわけではなくて、これでも歪みが出てるんですよ、すでに。ツルツルでまっすぐでっていう風に見えるけども、実はその温度差とかその時の加工条件によってこう部分的にね、こうギュッと小さくなってたりとかっていうことが起きるんですけど、それが起きやすいのがこの形ですね。もう肉がほとんどない、薄くて、で、穴も両方から開いてたりとかするんでね、特にこういう加工も力が加わるから余計に、いろんな方向に力が加わって、この品物っていうのはかなりいびつに出来上がってるかなと思うんですけども、まあ、それをいかにこう防ぎながら、作っていくかというところですね。で、まあ、ポイントとしては、また当たり前の話ではあるんですけど、この図面しか配られないわけです。これね、これ作ってっていう、まあ、注文ですね。当時僕の時なんかは僕が最初だったので、見本もどこにもないし、本当にこの図面だけが届いて、さあ作ってくださいっていうところで苦労しました。本当にできますかって。今の技能五輪選手とかね、まあもう誰も見やしないと思いますけど、さあ今日からあなたは技能五輪選手です、で会社の代表として全国大会に出てください、これを作ってくださいっていう風に配られます。で、当然経験者がいません。ゼロの状態で、さあこれ作ってって渡されて、ここにたどり着くまで、これすら見たことがないから、ここにたどり着くまでっていうのはね、大変ですよ。今はもうちょっとネット検索したら出てくるかもしれないですけど、その10年前とかは、この図面すらわからなかったんです。どこから手に入れるかわからなかったし、で、当然検索してもこの品物が出てこないので、この図面からさあどうやってこの完成に持っていくかというところですね。で、まあポイントとしては、まあこれ、じゃあ方向がこう見てんのかな、これがそのままこっち側ですね。で横から見ましたよっていうのがこっち側になるんですけど、まあまずシンプルに考えると、この図面ね、これだけだと多少加工できると思います。
旋盤の課題としてね、内径の課題としてこれをまず作ると、まず作ってみましょうっていうのもあれですけど、これこの品物の一番イレギュラーな部分、この図面をややこしくしている部分っていうのは2箇所だと思います。で、1つ目この横穴です。これは横穴っていう、普通品物をこう旋盤で掴んだ時にこう掴むんですけどね、これはもう絶対この円柱を掴むので、旋盤っていうのはまあこれが一番正規の持ち方になります。でそれに対してこのこれは普通に中の内径加工ですね、ストレートの穴が開いてる状態なんですけど、それに対してこういう横にね開いてるんで、これ横穴っていうふうに僕らは呼んでました。正式になんていうかは分かんないですけど、当時も横穴加工っていうことで、これは技能五輪の中でも特殊で、あまりにも大変だということで、一度というか長い間、課題からなくなってたそうです。これを入れることによって選手の練習時間だったりとか、まあ当然この加工時間そのものの超過で選手自身もしんどいし、なかなか、加工がままならないということで、これは難しいからやめましょうってなったのがこの横穴加工です。なので、一つイレギュラーの部分は横穴加工である。で、そしてここにカットが入ってますね。フライスで切ったような。普通は、まあごくごく一般的な旋盤課題っていうのは円柱ですよ。丸い筒状の中で出来上がっていくものなのに、なぜかここには平らな部分が存在すると。これどうやんねんっていうところなんですけど、まあこれに関しては大した難しさはないけども、これがあることによって図面が難しくなってるんです。なんでこんな形になってんのっていうことで、見たことない形、わけわからんっていう風になってしまって、突き放されるんですけども、メインはこっちですね。横穴をないとして考えたときに、まあ一段あって、ちょっとね、図面が傾いてるのかな、どうか。一段あって、ストレートに切りましたよ。で、反転させて、一段あって、二段ありますよ。っていうシンプルなものになります。で、それを、まあ、ここぐちゃぐちゃってしてるのはね、これそうか。三つあるわ、ポイントが。まあ、横のカット抜きにしたら、大きくは二つですけど、これはね、変身方向があると。変身って言って前回はなかったのかな、芯の方向を振るっていう、これ見えるかな、変でしょ、このここの部分の幅が、下とこの部分とね。で、外側も違う、よく見るとこの一個内の部分かな、なんか棒欲しいな、棒が。よいしょ。わかりにくいか。ここ。幅が違うでしょう。この部分と。2箇所変身していますよ。芯が変形ではないけども、芯の位置が違いますよと。ずらしてますよということなんですけど、で、それぞれずらす方向、角度が決まってます。どの方向に傾けてくださいねっていうこと でそれぞれの角度が決まってくるので、どうしてもここにこういった表記で120度っていうのがちょっと見えにくいんですよね、書いてます。120度芯を振らして加工しましょうということで、まあ一つ変身はまあシンプルにただ芯を振らすだけなんですけど、その振った芯のトップの位置、一番大きく振った部分っていうのが必ず1点決まります。で、その1点に対して次の1点を持ってくるというようなやり方だったかな、当時のやり方としては。だから芯の方向ってどうやって決めるんやろうっていうことで、理解できなかったです。なかったから、技能五輪というものは僕の会社にですけどね。まあ結果としてどうやんねやっていうのは、もうここに行き着くまでに何ヶ月もかかりましたけど、今となってはまあシンプルなことで、変身のトップですね、一番芯を振らした部分、まあ当然ダイヤルゲージを当てた時にメモリがこう一番振れるところですよね。これもダイヤルゲージ僕持ってたらいいんですけど、持ってないんで、この変身っていう作業をするときに、そのゲージを使ってそのメモリ
時計ですねがぐるぐるぐるって回って一番トップの位置っていうのを決めるんですけど、そのトップの位置の部分に毛書きをします。ダイヤルゲージの先を毛書き針にしたものを作って、で、ゲージ一番トップの位置のところで固定して毛書くと。で、次に変身するときにそのトップの位置を、1個目は普通に、いや分かれん、もう分かれん、考えんとこ、いや考えりゃ思い出すけどねえ、めちゃくちゃやってたけど間空くとこんなもんかな。それをどうやって120度反転させたかな。こうでこういもういい思い出ですねまあいっか、ちょっと自分が旋盤の前立ってダイヤルゲージ見ないと思い出せないですね。何の話してたかな。変身にはまあ方向がありますよ。まあそのせいでちょっと余計にこうやっていっぱい線が入ってややこしいんですけど、これはまあ変身の角度とその度合いですね。 1.5 中心を変身させてくださいね、ずらしてくださいね。でそれに対して120度ずれた、120度ずれた方向に対してさらに 1.5 変身させてくださいねということで、1.5 ミリずれてますよ、 1.5 ミリずれてますよ。で、静心の軸の部分がありますよっていうことで、全部で3つの、芯が存在するというのがこの品物ですね。まあ、もっとかな、もう横もあるから4つになるのかな。なかなか面倒な形なんですけど、で、まあ、変身方向があります。そうですね、このローレットもこれ難しいところで早めに開けとかないと。ローレット加工っていうのはこのもう錆びちゃってるんですけど、まあ手をかける部分、持ち手の部分なんですけど、ツルツルやと持てないんで、ここにこうローレットっていうね、見えにくいけどな、ちょっとピント合うかな、ちょっと難しいですけど、まあ溝が入ってます。でこの溝はものすごく難しくて、すごく強い力で鉄に押し付けて、こういうまあ傷に近いんですけどね、深い傷をつけているような状態で、当然これに大きな力が加わるということは、この鉄とはいえ薄いんです。鉄としてはね、薄いのでこの肉がギュッと押さえ込まれて、中に力が加わってこう寸法がずれてしまうと。で当然ながらもう一個、まあこれも歪みの話なんですけど、爪で、四つ爪でここを掴む場合ですね、見えにくいんですけども、こう掴むんですけども、掴んだこう爪の部分も当然中にへしゃげます。ギュッと。だから中をダイヤルゲージで、それこそ120度の位置を探そうと思ってずっとこう当てた時にもうガタガタになります。で、シリンダーゲージっていうもので計測するんですけど、その計測も、2方向測られるので、その時にまあ全然歪みが出てて寸法が違いますよっていうようなことになるので、手順を変えて掴んだ後に仕上げが行われるようなやり方とか、掴み方を柔らかくするとか、まあ柔らかくしたところで必ず多少の歪みっていうのは出るんですけど、それともう一つは熱ですね。熱をこれはものすごく、これだけ薄いと溜め込んでしまうので、ごめんなさい、冷えるか、冷えるんですけど、熱が伝わりやすいので最初はね、なので熱膨張っていうのを起こしてコンマ2ミリグッと大きくなります。目では分かんないですけど、コンマ2ミリなので。大きな状態で寸法を合わせて、ゼロの寸法で仕上げる。で、冷えたらコンマ2ミリ縮むので、寸法が小さくなっているというようなことが起きるので、余分にコンマ2削るっていうようなことをしないといけないと。これはコンマ1かコンマ2かっていうところが一番ポイントなんですけど、鉄ってこう触った時に、まあ、3つの種類があります。触ったら冷たいものなんですけど、これが冷たくない場合、それはもう熱がこもっているので、熱膨張を起こしています。冷たくないなと思ったらそれはもう膨張していると思ってください。はまあ100分のコンマ1ないぐらいですね、100分の5とか
ごめんなさい、全然寸法間違ってるわ。100分の1か2の誤差が、コンマ1じゃない、コンマ1、100分の1か100分の2ですね、 0.01 か 0.02 ミリの膨張を起こしているということで、触った時に、冷たくなければさらにその下ですね、1000分の5ミリとかぐらい 0.005 とかの膨張を起こしているかなと。で、触ってあったかい熱いって感じる分にはもう100分の1ミリの熱膨張 0.01 ミリ膨張してますよ。で、最後こうめっちゃビュッてこう触った時にこう手がね、体の方が勝手に反応してビュッとこう逃げますよね、熱いものを触った時って。これは、まあ、あの反射的に自分の脳が逃げてる状態、バッて逃げる熱さ、この熱さっていうのが、ね、厳密に何とか分からないですけど、自分の体が先に反応する温度になるともう完全な熱膨張、100分の2ミリ 0.02 ミリ膨張してますよという状態になるので、そのあたりをいざ削っている時に自分で触ってみて、で、あ、これは100分の2ミリだなと、こうバッと手が逃げた時に膨張してるな、だから後で100分の2ミリちっちゃくなるなっていうことで余分に削っておくと。で、いざ冷えた時には加工してる時は寸法が飛んでます、寸法飛んでるんですけど、削りすぎた状態ですねになってるけど、後々、冷えた時に寸法に入ってくるっていうような形。まあ僕の考えとしてはやっぱりメンタはもう削り気味にいって飛んでもいいと思います。そうじゃないと技能五輪っていうのはあくまでやっぱり最終的に品物が組めて動いてっていうところがポイントになってくるので、小さくて組めませんでしたとか動きませんでしたっていう減点の方が大きいですから、あのあくまでもね、その点数争いで1位を取りますみたいな、あの心意気はいいんですけど、そんなことができるような実力にあるっていう、実力と環境と、まあ、それまでの経験といったものが全てが揃ってる状況にある人っていうのは、その個人の能力ではもうなくなってくるので、資金力、実力、環境、いろんなものが揃ってるのはあくまでトップの企業です。もう1企業2企業ぐらいでいいと思います。僕は1企業だと思ってるんですけど、以外の選手はあの寸法を入れる、動かすっていうところがもう自分の大会だと思ってもらった方がいいと僕は思います。あんまりね、なんかあの酔いしれて自分はトップ争いをするんだ、何点を取るんだみたいなことを言って、求められてる品物が出来上がらないというのが一番しんどいところなので、あくまで求められてるのは動く、組める動くっていうところだと思うので、そういう意味では寸法を飛ばすということも一ついいんじゃないかなと思っても、寸法を飛ばすのって品物じゃないじゃないですかって言って時間内にできない、品物が組めないっていう状態になったら、もう論外なので舞台に立つこともできないし、そういう意味ではまあちょっと、寸法飛ばしがち、まあ、こっちでの調整難しいですよね。こっちでの調整難しいから音太側で合わせてもいいんですけど、僕はもう基本的には飛ばし気味ですね。100分の2プラスを、あ、もう全然指映ってない、100分の2プラスを100分の3プラス4プラスぐらいまで持っていってた、100分の3プラスまで持っていってたんじゃないかな。真ん中を狙ってなかったです、当時。熱膨張の兼ね合い云々じゃなくてね、組む動かすっていうところが僕が求められた第一期生の求められたところだったので、そういう作り方をしたかなと思うんですけど、難しいな。やるからにはね、一番目指すのが当然なんですけど、まあ、旋盤手として舞台に立った時にどういうものづくりをするのかって、自分の選手としてとか代表としての前に、まあ、旋盤を扱う人間としての抑えるポイントっていう見方もあったのかなと今になって思います。当時はまあ追い込まれてのそういう判断だったんですけどね。で、あと何があるかな、これも左ネジですね。ちなみに左ネジが面白いっていうコメントをもらったんですけど、これ前回の品物ですね。で、これが今回話しているものなんですけど、こう差し込んで右だと入りません、入りません、左になったら入っていく。ちょっとね、カメラの位置悪かったな。左に回してます、右に回すと出てくる、これが左です。これ難しいですよ。その加工の時ね、
あのバイト反転させたりとかいろいろするので、あでもメンターの話でいくと、こっちの品物の話でいくと、左ネジどうやったかな、覚えてないもんやな中から出してくることもできるし、反転させて入れる、中から出してたのかな、普通にじゃあ送りかけて中側から出してたかもしれないですね、こうギュッと。普通は外から中に入れるものを中から外にこう送りだけ変えてたかもしれないですね、ちょっと忘れちゃった。でポイントね、もう一個だけ、これぐちゃぐちゃして一体中どうなってんのって、その横穴と縦の穴との干渉する部分ですね、どうなってんのって思うんですけど、するかな、この角度か、見えるとしたらこの角度、見えないですね、ちょっと見にくいんやけど、この部分ですね、この部分、横の穴があって、あ縦の穴があって横の穴がある、両方が交わる部分、僕のこの指が触ってる部分ですけど、ここがその接点になります、2つの穴が当たる部分。なんかまあ当たるのは1個の円がそこに出来上がると思ってください。1つの円が出来上がります、干渉する部分で、そこを、ささっぱ、みんななんて言うのかな、僕ささっぱって言うけど、でこうさらえると、手仕上げですね、ここの面取りは手仕上げになります。これはあのいびつな円になってますよね、ここのトップの位置とこの位置とが違うのでいびつな楕円になっているので、ごめんなさい、楕円ではないか、深円だけどいびつが出てるの、ここ何円っていうのかな、難しいな、ポテトチップスみたいな形になってますから、これを機械で加工することはできません、面取りすることは。なのでささっぱでここをさらえます。これね気持ちいいですよ、スーッと取れて、このささっぱの、ささばって結構使うの嫌で、あの綺麗に取れないからね、嫌なんですけど、ここはねすごく取りやすいです。あのどっちも大きな穴が開いてるからかもしれないですけど、ね、すごく取りやすくて、あんまりここが何か影響してくることはないかなと。もちろんこのささっぱの掛け具合が甘いと相手との兼ね合いが出てくるので、相手の品物をまたこれどっかのタイミングでやりますけど、この相手またややこし形しております。これが入ってくるときに、まあ、中であんまり干渉しないですけどね、というようなことがあるかなと思うので、まあ、ささっぱも丁寧にかけましょうというような感じかな。雑談ですけどね、雑談と愚痴ということで、今回はこんな、6番の課題、変身があるよとか、横穴があるよとかいうような、横穴の開け方の話も面白いけど、横穴の開け方の話したいけど、シナモンこれ噛み込んだわ、これが動かなくなった、こう掴みます、こう掴んでこう回します、ちょっと無理、ちょっとバズオカの機械でやりたいと思いますということで、ギノゴリの愚痴会でした。またよかったらぜひ高評価、チャンネル登録、まあちょっとね、こういう課題を取る時間がないんですけども、していただけたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。